ひらまチャンネル。もうちょっと左に移動しようか。左に。あ、ごめん、右でした。お母さんと一緒だ。あれ。学校。ひらまチャンネル。カレーはどうだった？美味しかった。あ、美味しかったです。割とこうマイルド系なグリーンカレー、うん、辛くない。すごい悩み迷った。かわいい。あ、ちょっとこのままかむ。どうぞ。なんか顔がキリリとしてる、うん、学校に来た。家より長い、まあ家と同じくらいの時間を過ごしてるところで、こう友達と喋ってたり、まあ今日はいないですけど、こう普段学校で過ごしてる自分の行動とかを写真にするっていう機会が、まあ、ないので、学校生活では、まあ、そういうところでは良かったと思います、学校は。本当の席もその辺の感じなの？出席番号はここでした。あ、ここだった。学校に来てまず思ったことは、ことこちゃんの顔がすごい、やっぱりいい意味でこう緊張感が出てきて、やっぱり学校で制服を着てるっていうのがすごく、やっぱりちょっと特別、彼女にとって特別なことで、やっぱり緊張感があるし、あとやっぱりこう常にね、途中で担任の先生を覗きに来たり、でもそれは結果として結構プラスな、うん、僕はなんかいい緊張感、硬くなるんじゃなくて、なんかいい緊張感があって、それはすごく学校でとってよかったなっていう、うん、他の場所とはやっぱり違う顔になって、うん、学校にいると綺麗だね。なんでだろう、顔が違う、緊張感があるね、学校にいるとね。何とも言えない。なんか一番顔がリラックスしてる感じ。ね、あ、うん、ちょっと話そう。はい。やっぱり自分がその思春期とか若かった頃に、例えば同級生の女の子に抱いていた同系とか異性の憧れ、うん、でもなんかこう 手が届かない存在というのを、俺はことこちゃんを通して表現したかったんだな。今回の撮影はどうだったでしょうか、ことこちゃん。もう
最後は近づいております。楽しかった。最高の褒め言葉だよねきっとね。はい、あ、よかったよかった、うんうんうん、自分のためではないですでもまあ今回のこの撮影はまあお母さんが応募してくれてっていうのもあるんで、まあ応募してくれたお母さんのためでもあってほしいし、まあ経験として自分の身の中にこうなんていうか記憶に残るものになればいいなとは思います、撮り終わって一つ思ったことが、多分このシリーズを、まあ、第1回目コトコちゃんとやって、まあ、2回目3回目っていうふうに、まあ、できたらやっていきたいと思ってるんだけど、多分人の数分自分の中のテーマが出てくるんじゃないかなと思ったんですね。だからその人と向き合うことで自分の中の、今回はたまたまその思春期の異性に対する同型みたいなところが自分のテーマで、人の数分自分の中のテーマができるんじゃないかなって撮り終わった時思った。順番でこうはいいのか、また対局なの。変えると自分と向き合うか、寝てるところから撮る。ひらまチャンネル。